ベランダから激しく立ち上る炎。これは火元の向かいに住む学生が窓越しに撮影したものです。火災報知機が鳴って窓から確認したところはとあのように火の手がベランダから上がってたという感じです。火事があったのは札幌北区北18条西13丁目にある北海道大学の学生寮経てき寮です。昨日午後11時ごろ。 寮生が消防に通報し、火はおよ部屋の中まで燃えてるって様子ではなかったので、えっと、えっと、普段の訓練通りに落ち着いて避難しようと思う,思うことができました学生が思いを寄せる警笛料。 明治時代からおよそ115年続く歴史ある寮でその特徴は寮生同士が話し合いにより寮の決まり事のほか課題や問題を解決する学生自治があることです現在の寮は3代目で築40年以上が経過しおよそ400人が暮らしています日元は F 棟4階の学生同士が語り合える談話室のベランダでした 父というのは責任も伴うものなので、やっぱり自分たちでこういうことが起きないように、えっとまあ大学とかの意見とかも聞きながらやっぱり進めていくのが大事なのかな。今も学生自身の精神が根付く経緯的寮。一方で今回寮内は禁煙にもかかわらず、出荷場所には多くのタバコの吸い殻が落ちていました。警察はタバコの火の不始末が出荷の原因とみて調べています。